っと休憩です。おいおい、俺が来ているってのに。まあ朝から遊び始めて随分といろいろやったからな。私こんなに遊んだのは初めてなので疲れちゃいました。そうなんだな。いつもはどんなことをしてるんだ？いつもはこの子たちと遊んでますが、今日はあなたが来てくれましたからね。みんないつもより元気です。私の部屋に人が遊びに来ることが珍しいです。この子たちも最初は少し緊張してました。そうだな。最初はまるでユズリハを守るみたいに俺との間に立っていたもんな。別に守ってなんかいないです。ただ緊張していただけですからね。それに今は緊張も解けてます。ほらこんな風に。そうだな、だいぶ緊張は解けたな。この子たちにだいぶ慣れましたね。最初はちょっと怖がっていたみたいですけど、いいことです。任務で何度も活躍してもらったからな。ユズリハもだいぶうちの舞台に馴染んできたんじゃないか。そうなんですか。まあどっちかといえば舞台の皆さんが馴染んだのかもですけどね。今日も私の家に来てくれましたし、たくさん遊んでもらえてこの子たちも喜んでいますね、みんな。そうか、喜んでもらえたならたくさん遊んだ甲斐があるな。そうです、ほらこの子たちも一緒に遊んでくれたんですから、褒めてあげてください。そうだな。よしよし、ありがとうな。撫で方が雑だって言っていますよ。やっぱり男性は人形を可愛がるのは苦手なようですね。
まあいいでしょう。この子たちはしっかりしていますから、その程度では怒りません。ならよかった。さて、ここからどうする？そんなに遊びたいんですか？でも私はまだちょっと休憩したいので、この子たちに遊んでもらってください。じゃあこいつらに遊んでもらおうか。ということで、何をするかな。あなたも疲れてるでしょうし、この部屋で遊んであげたらどうですか？わかった。まあのんびり遊ぶか。そーら、お前は小さいな。反対にお前は随分でかいな。その子は小さいけれど動きは素早いし、そっちの子は力持ちなんですよ。この子たちは私にとっては家族ですから、家のことは全部協力してやっているんです。すごいな。別に褒められるようなことではないですよ。みんなやっていることですから。いや、まあそうだな。とにかく偉い偉い。撫で方が雑だって言ってるじゃないですか。いいんだよ、これでうりうりうり。ふぅ、ほんと仕方ない人ですね。この子たちと遊ぶんだったら、もっと丁寧な撫で方を身につけてください。なんだよ、丁寧な撫で方って。こうか？それともこうか？全然ダメですね。この子たちへの感謝が足りません。これは一から特訓です。なんだと。おお、負けるか。全員撫でくり回してやる。上手に撫でられるまでこの子たちは止まりませんからね。せいぜい頑張ってください。ほらほら、そんなのじゃいつまで経っても終われませんよ。望むところだ。どんどん来い。